山さん、もう帰しましょうよ。うん、俺はこの万里の長城の途方もない計画を想像するたびに、人間の力がいかに偉大なものであるかということを考えさせられるんだよ。ははあ、なるほど。しかしなんですな、これも無用の長物ですよ。実際無用の長物ですよ。そんなことはないよ。これほど何かを物語ってるものはないぜ。どうしてです？人間の威力のたくましさだ。このレンガの一枚一枚にどれだけの努力が払われていくことか。だけどここはトラックは走れませんで。トラック？トラックは走れない。だからおっさん、トラックの走れる頂上を作ろうじゃん。この頂上に負けない現代。どこへ？あそこを見てもらう。あの山の下へ新しい万里の頂上を作るんだ。はただいま特弁から重要問題についての発表があります。現在由督办的重大的发表。今天召集诸位的意思，就是为这一次根据总局的决定的方针，我们来着手这新防共的路线的第一期的工程。这个路线是由北京到西安，至于详情。由大川博士来向诸位来说明。今日諸君に集まってもらったのは他でもない、当局の方針が決まって新防共ルート、フェジン西安間のうちフェジン太原間の大規工事を着手する、それについて大川博士から一切お話があります。ただいま特弁からお話のあったように、今度重要国策線として新防共ルートの強行建設を目指す。で、この全長1000キロを10区の施工場に分け、工事期間は10ヶ月、10ヶ月をもって完成の予定方針であります。地形や地質、その他気候風土、住民の性質、あらゆる点から見て工場権は何一つもない。それに何よりも困難は共産主の一つであるが、それを押し切って完成せしむるところにこの線の重要性があるわけであるから、職においてもその点十分自覚を持って健康その他注意してやっていただきたい。そうか、いや、なんだろうな、バカに長い会議じゃないか。そうですね。以上お話したように、この線完成の暁に民衆の被る利便というのは想像以上のものであり、かつまた文化的価値から言っても国策線としてこれ以上のルートはないと信じる。ではただいまから各工事区の担当をお知らせする。第一施工所長山本犠牲、第二施工所長菅犠牲、第三渡来犠牲、第四岡本犠牲、第五杉山犠牲、第六ヤン犠牲、第七大友犠牲、第八小西犠牲、第九総犠牲、第十施工所長太田犠牲。以上。特にこのうち第5区、6区、7区、8区の施工場は共産費の妨害が激しいであろうことが予想されるので、担当者職において十分注意してもらいたい。
老太太組でね、ヒートが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 、どうしたんです、ばかり遅かったじゃん。おい、おっさん、いよいよ万里の頂上だよ、おい。いいな。いいな。なかなかいいぞ。おいしい。万歳。ああ、時代が変わったんだな。お父さん、すっくり感心しましたね。俺たちの自分には建設の歌なんかなかったよ。それじゃ何がありましたか。そうだな、せいであって、酔いと負けかな。酔いと負けやってよ。俺がか。あきら、お前うまいじゃないか。一つやれ。やだ、お前やれ。ラジオ体操ですよ。おい、あきら。お前ラジオ体操うまいけど一つ下手なものがあるぞ。下手はランニングよ。せっかく応援してやったのにビリだったじゃないか。そうよ、応援してバカ見ちゃった。何でさ。違いますよ父さん。そうか。この間の運動会で8番でしたよ。うん、何人で走ったんだ。10人です。なんじゃ。あ、ケンジ、お前明日別に用事なかったな。はありません。そうか。それじゃあ一つ明日の日曜日お前たちと約束通りお母さんのお見舞いに行こうかな。あ、その代わり、今晩は早寝だ。さあ、もうみんな寝ようさ。お、みんな寝よう。お母さん、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 お母ケンジや、体に気をつけてくださいよ。大丈夫。お姉様、あんなところにトガ見えますよ。あら、綺麗ね。あら、ホテルじゃないの。お父様のアルバムの中にあったわよ。ねえ、お父様、どうでしょ。あ、でもお父様はこちらいたんですか。あれを作った時にはお父様も技師の一人だったな。やっぱりお父さんが作ったんだね。やっぱりそうね。お父様、どうして人の家ばっかり建てて自分の家建てないの。これは参ったね。おい、アキラ、この彼お父さんはビルディングやあの塔よりももっともっと立派なお家をたくさんおこしらになったんだ。その一番大きいお家は今シナにある。わかるか。ん、アキラ。わかった。お兄さん、一郎兄さんのことでしょ。それからケンジ兄さんでしょ。第三の塔が譲る。男子が住むよ。はい。どうだ、いい景色だろう。うん、だね。富士山も見えますね。大島も見えるわ。おお。いやあ、これは学びでした。どうも珍しい、皆さんお揃いで。ありがとう。あ、音が聞こえるわ。素敵ね。誰でしょう。あれはね、北京で有名な学者のお嬢さんでしてね、今日本へ音楽の勉強に来てるんですよ。おお、そうですか。
いや。どうも。母の形見を見失うとこでした。どうもありがとうございました。北京お帰りですか。あら、どうしてご存知で。カーナで歌を聴きました。ああ、そうですか。ご家族でいらっしゃいますか。あ、私も久しぶりです。田舎のおじのところへ帰ると思ってますの。君の長女でね、ヤン君に手紙を頼まれたんだ。随分立派な家ですよ。ヤン君のお父さんはなかなか偉い方だったんでね。あ、違反対で、みんなで、チュースシャディよろしく。あ、チュース長家にパパでな。老ちゃん、请您给带去好了。あれがシナ、インテリ階級の代表だよ。なかなか思ったより立派なもんだろ。ね、兄さん。兄さんも東京のうちのこと思い出すでしょ。あ、お母さんももうほとんど全開したし。そうか。あ、そうだ。あの、アキラのやつがね、僕や兄さんみたいにどうこう先行するんだって頑張ってましたよ。おお。あの地位がね、門前の小僧だな。あ、そうそう。兄さん建設投資行かなきゃならない。弟を頼んでしょ。あ、承知しました。兄さん忙しかったら僕は明日でもいいんですよ。いやいや、いいんだよ。そうですか。じゃあ待ってます。あ、じゃあまた後で。行きましょう。今度の建設も調査員の襲撃は予想以上だね。ははあ、軍に援助を依頼したのは例の第二区ですが、あとは警備隊で処置しています。あ、杉山君、君の区でも服を着たまま寝ているかね。あ、何しろ万一の場合どうも寝巻きのままでやられていたなんてのはあんまりにいいもんじゃないと思うんですけど。リコフという豪族の屋敷問題も、もちろん橋野君関係してるんですか。は、あの件なんですが、当方から再三説得をしてみたんですが、理由も言わずにただ断っています。やはり共産費に対する脅迫観念じゃないかと思うんですが、何しろ屋敷と申しましても牧場のほんの一部なんですから、うん。ああ、しかし最後の手段を取るのはできる限り全部説得をしてからにした方がいい。あ、承知しました。
乡下的祖父和伯父伯母都好吗？我总也没有回去过，现在也不知道，哎，是不是还是从前的样子吗？嗯，差不多还是从前的样子。可是姐姐，你看真快乐，我已经女子中学毕业了。对，真的呀。姐姐，在您去日本以前，我打算一块和你回乡下看看去，他们见到了你一定要喜欢的。哎，尤其是祖父。哦，是，那好极了，我一定要去的。桑梅，哦，你就在这儿谈什么？爸爸，叔叔，爸爸，我打算这个假期啊，和月琴妹妹一块回到乡下看爷爷去，好吗？那好吧。可是啊，那儿可时常闹洪水呀。这样吧，你告诉你爷爷，请他老人家也快来北京得了。哎，啊，你告诉他。好吧，那么对吧？哎，好极了。哎，爸爸，我明天预备和朋友到万寿山玩玩去呢。嗯，好好。叔叔，我也去呢。去吧。兄さんもこれに負けないような道路を作るんですな。ははやったわ。あれは北京駅だったお嬢さんと違うか。そうです。信濃の夫人は家庭から出ないと思っていたんですが、なかなか近代的ですね。原則夫人は昔の夢だよ。今の若い連中はなかなかしっかりしてるぞ。お前もいよいよ明日からひどい目に遭わされるんだな。何、大丈夫ですよ。大丈夫か。よし。兄さん、おお、
おお、そう。这是太太给您的。啊，是吧？谢谢，谢谢。你等等，やってますね。おお。始めたね。はい。ケンジ、ヤックンの工事区で1週間ほど見学させていただけ。はっ、どうかお願いいたします。あ、いいです、どうも。はっ、さあ、佐野君、急ぐから行こうか。はっ、お、舞台が来た。あ、舞台だ。現地らしいですな。現地で舞台に会うと嬉しいもんだぞ。バダーン、ナンバー53です。あとは80メートルぐらいで IP です。ロジャースはどのぐらいのカーブですか？3メートルぐらいでしょ？うん、800メートル、約800メートルですね。あ、そうだね。听回信啊，队长，他们的新道路计划又开始测量了，我们要不早不下手啊，恐怕这回他们可就完全信赖日本军队了。哎，那个李怎么样了？哎，队长，您不说您去吗？您去您可早去啊，您要不早去的话呀，恐怕连村全村的村民和那个李啊，完全要不信服我们了。为什么？为什么？那不很简单呢、啊，他们也不是小混蛋，他们知道现在的新政府是对他们有益的，所以对我们这一切的行动是来搅乱他们安定的生活，所以当然他也不听我们。喂，你认得这个吗？
りなさい。いや、所長さんの留守中異常ありませんでした。あ、そうですか。病人はどうでした？だいぶいいようであります。あ、そうですか。いや、ご苦労。あ、おかえりなさい。あ、ただいま。遅かったですね。あ、おかえりなさい。あ、ただいま。あ、ただいま。ただいま。おお、だいぶ進んだね。あ、今日の測量は測点52キロから70キロまで完了しました。おお、大変だったでしょう。それで小岩の栗は8000です。あ、そう。いや、ご苦労。君のも異常なかった。あ、異常ありません。そう、平井君。あ、例のあの胃の問題どうなったか。龍さんが。あ、そう。じゃあ龍君すぐに呼んでくれないか。社長、あ、これから行ってまいります。山田君にね、例の橋梁の設計で相談があるから、あの設計図あさって来るとき持ってきてくれ。あ、分かりました。じゃあ気をつけて。ああ、リュウ君どうだった？結構他们不赞成。やっぱり承知してくれんか。困ったな。看样子石社长替霸雷更很大的行动。哦，你辛苦了。那一会儿。よし、明日俺が行こう。しかし社長、この上リコーフを押すとどんなことになるか分かりませんよ。いっそ迂回線変更した方が時間的にずっと早くなると思うんですけど。時間の問題はもちろん重要さ。ええ、しかしこの問題にはもっと重大な意義があるぞ。ね、平井君。あ、みんなもそうだ。仮にだね、今我々が李の牧場を通すという予定線を変更したとしたらどうなる？は、ですがまだ治安が非常に悪いようですから。そうです。そうです、そうです。そうです、そうだろ、李君。し、バハ。いや、やっぱり俺は行こう。しかし社長、所長にもし万一のことがあったら。本当ですよ。本当です。ああ、みんなが、まあ、僕の身を案じてくれることはよくわかるけど、じゃあなぜ一体君たちは毎晩服を着たまま寝てるんだ？それは万が一のための覚悟です。そうだろ、やっぱり死を覚悟してるからじゃないか。そうです、そうです。僕だけ違うってのが、道路は治安だぜ。道路の建設は治安の確保だ。ここで働いてるみんなが治安維持の前線部隊ということになるわけだな。そうだろう。今日はきっと説得してみせるよ。え？大丈夫ですか？大丈夫だ。君さっき帰ってくれたもん。大丈夫かな？私、日本語よくわかります。あなたの言うことを李大臣にすぐ通訳します。さあ、どうぞ。ああ、そうですか。じゃあ、お願いします。かねてお話ししてあるように、道路建設のためにお宅の牧場の一部を譲っていただきたいんですが。あ、そう。李先生、どんどん快快で、直接就完了。うん。不必死に、直接就完了。それが通訳ですか？山田は。훈장회、최마양피본이라죠。いや、違います。共産主義の脅迫、それ違います。そんなことありません。例えば今共産主義に取り巻かれていて、その銃口が僕の胸元に突きつけられているとしても、僕はあくまでも正しいと信じることを言うぞ。新東亜の建設に協力している人たちはみんな死ぬ覚悟でいるんだ。この大信念があってこそ中国人の利益、すなわち新東亜の利益のために命がけで道路を作ることはできるんじゃないか。まあ今の君には理解できないかもしれないが、やがてはきっと分かる時が来るよ。君は今通訳をすると言ったんだろ。
これから僕が言うことを正しく通訳したまえ。この地方一帯には立派な道路がないために万民衆がどんなに苦しんでいるか、例えば雨が降ってごらんなさい、道は動きの取れない泥沼となって、車はもちろん老婆も動けぬようなありさまです。それがために交通がしばしば途絶し、農作物は運ぶことができなくなる。せっかくみんなが苦労して作った作物はそのまま腐敗してしまう。この農民の苦労は大変なもんです。したがって部落の人たちがだんだん生活が苦しくなっている。かわいい子供たちは萎縮してしまう。完全な道路さえあったらどんなに便利が得られるでしょう。ロバー道路修繕、なんかとも便利。道路の建設こそは暗黒の世界に光明を与えるものです。建設道路便是给黑暗的生活一条光明的之路。光明，明白吗？明白。很高兴，起了，谢谢。啊，我们在北京火车站遇见过吧？哎，覚えておりますか？あの、いとこでございますの。あ。今あなたが道路の話をしてらしたこの方が月金さんのお父さんなんです。ああそうですか。私日本語少し分かります。私の父にあなたお話分かるようにします。ああそうです。あどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。诸位你们以为他们修道干什么？哼，恐怕那条道就是绝灭你们生活的一条死路吧。道修好了，荒废的田地不给一个大钱，更把你们的财产给没收，那还怕不够他们的呢？月婷，你就放心了吧。可是爸爸害怕的共产党嘞。哦，要是那个道早一点修成了，那多么好啊！是啊。哎，姐姐，你几时回北京去呢？快了，顶多也就是十几天了吧。哎呀，到了秋天我还上日本去呢。哦，是吗，姐姐？你去日本的时候，你同我一块去好吗？那你得和爸爸商量商量。日本でも墓は非常に大切にします。中国人のは比較になれません。それが共産主義の策略なんですよ。墓を覚えて中の財をみんな持ち出しちゃって、それを我々のように見せかけるのがあいつらの仕業なんですよ。乱暴なことするんですな。それでいつも社長も変わってました。ねえ、悪いことですよ。这个碑是谁给弄掉了的？安静点，别嚷，这不是证据吗？哎，啊，それでね、兄さん、今日は終点近くまで縦断速力がありました。僕はとてもいい参考になりましたよ。そうか、それはよかったな。君にもいいニュースあるぞ。弟からだ。そうですか。こっちも明日から馬力をかけて始めるぞ。例の李光福って豪族の話な、あれが片付いたんだよ。ああそうですか。あの屋敷を使わせないと頑張っていた相手ですね。それもおめでとうございました。いやありがとう。それからもう一つニュースがあるぞ。お前が北京へ来る途中でお知り合いになったという娘さんな、あれは李光福の姪御さんだぞ。なんだその声は。驚くな、あのお嬢さん今こっち来ておられるよ。え本当ですか？あ、それは驚きましたね。お前いつ頃こっちへ来る？あ、そうか。あ、じゃあ待ってるぞ。お前はこっちへ来たら一つうんと苦しいところばかり引っ張りましたよから。何平気？
生意気言うな。僕がそっち行ったら。兄さん、兄さん、もしもし、所長。どうだ。兄さんが撃たれたらしいんです。もしもし、もしもし、マジマジ、マジマジ、マジマジ、どうだ。孙亮，快预备汽车到第五区。啊，到几多小时？大哥回来先。好，人员不到。王老总，嗨，王老总，大哥，嗨，哦，三千万的，快弄过来。啊，怎么着？就这？嗨，前面站着走。好，老李，大哥，不用，社长要来打电话，自己走就走。好。你是黄子强吗？你告诉日本人，现在第五区大概发生事情了。电话打不通，让他们都快到那边去。大哥，好，社長、しっかりと傷は浅いですよ。今度の工事で一番難しいのは測定20キロの橋梁だ。俺の報告書。はすぐ持俺の報告書すぐ持ってきます。早く持ってきて。報告書はすぐ持ってきます。これですか。これだ。この中に俺の計画がある。君たちで俺の意思を継いでくれ。所長、しっかりしてください。あれ、しっかりしてるよ、しっかりしてるよ。まだ検事が来る。所長、すぐ来ます、すぐ来ますよ。検事、わかりますか。いや、よく
源氏、お前ここで働きたいと言ったな。ねえ、よく覚えてるぞ。確か万寿山で言ったな。ええ、言いましたよ。お前卒業したら建設教師、建設教師入れてもね。そして俺の意志を継いでくれ。ええ、誓います。兄さん、必ず誓います。一郎は正しいことをしたと、お父様やお母様に伝えてくれよ。伝えます、伝えます。兄さん、しっかりしてくださいよ。今医者もすぐ来ます。蘭君、弟頼んだで。所長、犯人が捕まりましたよ。連れてきてください。おい、早く連れてこい。これは犯人です。この男、この男、許してやってくれ。そんなことをしたんです。所長、所長はこれらの陰謀は絶対に許さないとあれほど言ってたじゃありません。なぜそんな弱気を出すんですか。違う、違う、この男じゃない。俺を撃ったのはこの男じゃない。俺を撃ったのは、俺を撃ったのは許さん日だ。許してやってくれ。この男、許してやってくれ。この男、許してやってくれ。君は共産主義じゃない。君は正しい中国人だ。正しい中国人は、正しい中国人は我々の。あ、兄さん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 、张山先生，请你饶恕我。虽然杀你的是共产党，但却是我们中国人，这实在是中国的羞耻。必ず我々の手で共産党を撲滅します。兄さん、今所長の言われたことお聞きになりましたか。あんの言い物です。
僕に言葉さえできればこの誤解を解くんだ。残念だ。私に言わせてください。あなたの、あなたのおっしゃった意味私分かってます。いや言いました。危ない。先生，我对你这份厚意，我绝不要再离开你。你留下我吧。方まで杉山一家に寄せてくだすった温かい同情に私たち親子は幾度泣かされたことだろう。ことに昨日の告別式で建設局長をはじめ関係者の方々の弔辞はお前の霊をどんなにか慰めたろうと思う。お前を
戦へ送るに先立ち、親子一同はお前に最後の別れを告げようとしている。生前お前が一番思縮していた柳田先生も今日わざわざここに来ておられるぞ。母はお前がよく孝行をしてくれたと感謝しているぞ。賢治は目の当たりお前の最後を眺め、遺言を聞き、お前の残した言葉の全てを守り、来年は必ず支那へ行くと誓っている。お前の殉職に対して総局から送られた弔慰金の全てを、残された七人の兄弟の中から第二第三のお前を作るための教育資金以外には絶対に使わんことにしたから、安心してくれ。最近長杉山寮犠牲の殉職をはじめとし、相当の被害を被ったんです。ことに第六犠牲の施工場では連日と言っていいほどの貴族の襲撃を受けた。これ以上工事を続行することは、いたずらに職員を質に陥れるばかりだと思う。僕もそう思う。しかもこの雨季、雨ですな。これでは物資の補給、連絡作業が困難です。我々が戦闘員でないということを固執するわけではないが、一時工事を中止してはどうですか。それでは何ですか。この雨季および治安の回復を待って後やるというんですか。それとも全然やめるんですか。いや、今の君の話では全然中止するわけなんだね。そうです、中止するんです。なぜ中止するんです。職員の犠牲はこれ以上たまらんじゃありませんか。森川さん、あなたのご意見は。今お話を聞いているうちに、私は杉山犠牲が常に言っておった道路はすなわち治安だという彼の言葉を思い出しました。道路網の完成はすなわち治安獲得の基礎になります。ですからね、このまま工事を中止しては治安の維持はいつ保たれますか。我々は非戦闘員ではありますが、すでに大陸に渡る前から相当の犠牲はお互いに確保しておったはずです。もちろん我々だってそれぐらいの確保ができております。僕ら自身死を恐れてるわけではありません。いやいや、ちょっとお待ちください。今この工事を中止することを発表したんでは、永久にこの防橋ルートの建設を放棄することと同じことになります。皆さんはどうお考えですか。ヤン君、あなたのご意見は。假如这个工事要是终止的话，那么在共产党盘踞附近的农民所受的痛苦更要厉害了。我为中华民众着想，我希望这个工事还是早日完成才好。还有一点，就是我对于沙山先生的内容同样的恐怖。ヤン君の言わんとするところは、現場で働いている私にはよくわかるんです。ただ私たちは杉山君をはじめ今度の犠牲者たちを友人にさせたくない。自分たちの犠牲さえ確保すれば必ずできると思います。もちろん私は死を覚悟しております。杉山君は臨終の際にも仕事のことと日清神殿のことより他のことは言わなかったそうであります。実は杉山君の君から来た手紙にも、自分は一郎の意思を継いで弟賢治を年を許した、どうか一郎の遺言を果たさせてやってくれと書いてあります。すでに60に近い老朽の自分には何らお国のためにすることもできません。せめて己が宝としております子供を東亜新建設の一端のために働かせていただきたい。そして一日も早く防橋ルートの完成を期していただきたいと祈るのみであります。そう申しておられます。あらゆる点から言ってこの防橋ルートの工事完成ということは我が建設総署の生命にも代え難い仕事であります。万難を排して工事続行と決定いたします。どうか
我々の創建にかかっている重大な任務をもって最大の覚悟をしていただきたい。的确是的，花肥夏季多雨，冬季多晴的。你知道花肥的能产物只能苏苏丝足，那为什么不能希望失常的原因呢？因为花肥的现象导致开花的原因吧。是的，对了，你真聪明，好极了。对了。我还要问你啊，关于农村的交通机关呢？我知道，有小车子和大车。还有呢？你说呀。对的。你快说呀。那个啊，那个哦，不要看，忘れました。どうに思っちゃったのね。でも今日とてもよくできました。おお、なかなか精が出るの。いや、なかなか難しくてうまくいきません。いやいや、わしの品子よりうまいぞ。的确是很好呢。ああ、そうか。それに先生が証明したら。で、学校の卒業はいつか？あ、三月です。ああ、そうか。で、早く卒業しましたら兄の意思を継ぎたいと思っております。ああ、それがいい、それがいい。親父も喜んどるだろう。今日大岡博士のところへ履歴書を出しました。もうすぐそば行きますよ。杉山の弟が兄の後を継がせてくれと言ってよこしたよ。採用していただけば亡くなった杉山犠牲も喜ぶでしょう。それどころじゃないよ。山田がね、いや、山田っていうのはその杉山の学校の教授だがね、総局の方はぜひ諦めさせて学校に残るように説得してくれと頼んできてるくらいなんだ。そうですか。そんなにできるんですか。うん、4月には来るらしいから君そのつもりで行ってやってくれたまえ。いや、もっとも本人は現場の方を希望するだろうが。なぜいけないんです。なぜ私もお供しちゃいけないんですか。今まで何度も言ったように僕は仕事に行くんですよ。遊びに行くんじゃない。あなたの立派な決心は私よく分かってますわね。僕が仕事であちらへ渡るのと同じように、あなたはまだ日本に残ってのすべき研究がたくさんあるはずです。じゃあせめてあなたがお立ちになるときお見送りさせてください。二三日のうちです。ねえ、はっきりおっしゃってください。いつお立ちになるんですか。ねえ、いつお立ちになるんです。ともなく七番線よりこの席行きたいいたしま。お見送りの方は席でしたの。あら、どうなすって。じゃあどこまで行くんです。北京。私北京に帰ろうと思って。ここは僕の席です。どうぞ。
立ってください。寄らないでください。そういうふうに仕事とかあんするとでっかつがせんが、杉山一家の決闘じゃねえ。すぐにでも現場やっていただきたいんですが。ここに立った君、今はたった今席に着いたばかりじゃないか。まあそう慌てるもんじゃない。それよりかわしが今いいラジンを紹介するからね。まあ不倫命令の下がるまでそこでゆっくりラジンの感情だとか生活態度だとかをよく研究するんだね。実研究主人っていうのは非常に日本を尊敬している石学の方でね。おい君。は僕の車ですぐこの方をご案内したまえ。どちらへ行くんでしょう。ああ、だからね、僕に任せておけ。電話をかけとくからね、この名刺持ってすぐ行きたまえ。
去。まあ怖い顔なんて。大川先生のご紹介でいらしたんでしょ。でも今すぐ参りますわ。あなたのお家だったんですね。いかが？北京のご感想。北京は詩の都と言われているんですのよ。詩の都ね、いいでしょ。大昔に信濃の人がこれだけのものをこさえた建設力には本当に敬服しますよ。あら私そんな意味のことを申し上げたんじゃないのよ。私の言うことお分かりにならないのかしらね。早く現地行きたいな。ねえ、私こんなこと申し上げてあなたはお怒りにならないかしら。あなたのお仕事北京でしていただけない？現地にいらしていただきたくないの。なぜです？だって心配なんですもの。僕の頭の中には兄の姿でいっぱいです。でも共産兵があなたのお兄様を殺した共産兵がいるんですよ。それに私の叔父だってまだ。もちろん命の危険など考えちゃいません。現地へ行けば兄の霊と一緒に働けるんです。不是，我想啊，在人情风俗上啊，当然免不了要有些不同的地方。
可是在邦煤呢，它一蒸汽贵过2万年的光景了。我想请博士能体谅这份意思啊，就把他们两个人的心思给定规了吧。我真要谢谢博士。いや、なるほど。いや、さすがあなたの娘さんだけあってお目が高い。是啊。いや、あるいはこれは助言と言うべきだろう。あ。いや、あの青年は私も金がね、嘱望していたんです。お、他那么好呢。学問といい、性質といい、それに第一、彼の家庭が非常にいい。うん、いいというのは何も金があるとか何とか言うんじゃないが、非常に立派な家庭です。つまりこちらでいうハオメンフですな。哦，他那么好家庭。そうそうそう。哦，我也希望那种家庭。方美，方美，僕のこの決心は。誰にも動かすことができないんだ。いや、これは大変長らくお邪魔いたしました。いや、はい、まあ、しかしこの問題はいずれにしても杉山本人の意思が一番肝心でしょうから。那博士一句话就可以决定的事情。うん、そうしました。方美，怎么了？爸爸，我打算回乡下去一趟。回乡下去？不是。うん、どうだね、北京の見学は。十分です。これ以上いると苦痛になります。苦痛だ。おお、それは一体どういうわけだね。赴任命令を今日にでもいただきたいんです。はっ、まあ落ち着いておれ。いや、これ以上落ち着くことは苦痛だと申し上げているじゃありませんか。命令をください。実行精神じゃな。よしよし、今日でも命令出そう。どうぞ。どうぞお出かけに。ええ。お手伝いしましょうか。いや、いいです。今度毎日君が日本を立った時のように汽車の中にいたら、僕は君を汽車から落としてしまいますよ。私いつまでもあなたをお待ちしてますわ。ねえ、こんな仕事をしている者はいつどこで犯人のように遭難にぶつかるかもしれません。あなたはあなたの道を進んでください。私あなたのお仕事のお邪魔をしようなどとはちっとも思ってないんですのよ。それよりかできることならあなたと一緒に現地に行って、私通訳でも何でもしてお手伝いいたしたいと思ってんです。現地はどんな危険があるかわからないんですよ。分かってますよ。たとえあなたがお仕事の上で片番になろうが、どんなお姿になろうが、私の心はあなたの行為は分かってます。じゃあ連れてってください。それはいけません。どうして、ねえ、どうして連れてってください。うるさいな。現地は女の行くとこじゃないんです。ああ。
兄さんの遺言通りやってまいりました。社長の弟のために乾杯。乾杯。ああ、よく来てくれましたね。何しろ杉山社長のお世話にならない人は一人もいないんですよ。みんなそうだろ。そうです、そうです。本当によく来てくれました。あのね、今度ケンジ君がみんなと一緒に働くことになったんだからね、よろしく頼むよ。ああ、いいです。あなたを見ると一郎さんを思い出します。そうですか。あの当時から見ますと素晴らしいもんですね。道の形がすっかり変わってしまって。兄さんの形見です。本当に尊い兄さんの形見ですよ。でもあれから5回ほど洪水にやられましてね。どこ行くんです？いや、ちょっとすごい。協賛費は？あれも20回ぐらいやられましたよ。でもみんな大したことはないです。そうですか。幸い接した人はありませんでしたよ。うん、総君も堀口君も共産主のために大怪我をして、舞台の随分世話になったな。ああ、そうでしたね。
それに小田君はマラリアになる。いろんなことありましたね。でも今日見ましたら道路にもうローラーをかけていましたね。何しろね、とても急いでるんですよ。ねえ所長、杉山君の当分一通り現場を覚えてもらうことにしましょうよ。ええ、それはいいですね。よろしくお願いいたします。あ、承知しました。お、酒はねえぞ。おー、最後あるぞ。おいおい、バタバタすんなよ。酒はあるぞ。誰だ、沖縄といえば。俺だよ。おー、いいぞ。おい、おっさん、どっから持ってきたんだよ。おい、ここもどこへ隠しておいたんだ。いただきます。おい、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 あ、チン、来れ来れ、来い来い、構わんから来いって。うん、そう、上がれよ上がれよ、チン上がれよ。さあ、座れよ。チンザクですよ、チンザクです。チンザク、杉山君、覚えてるかね。兄を撃った男ですね。そうだが、あれからのチンはまるで人間が変わってしまったよ。命を投げ出して働く、我々の気球は救う、実際この男の功績は数えきれんほどある。兄さんはいい男を助けたよ。ところがチンは杉山所長の弟がこの工事区へ来るという信念を持っていたのだね。ヤッコさん、なけなしの金で去年あたりからビールを一本ずつ大連あたり行くたんびに買って土の中へ埋めといたんだそうだ。杉山君、君に飲んでもらうつもりでやったことだぜ。老陳、我见要谢谢你，就是舍弃了哥哥，一定也要欢喜你的。我希望你更要努力。谢谢，谢谢。どこで品を覚えてきました。いや、我々の仲間じゃ断然群を抜いてますよ。社長そっくりですよ。中国话说的真好，很人小的，西南京ですか。よし、これは品物で万歳でいこうか。よかった。ください。大したことはないですよ。このほらだんだん慣れてきましたからね、もう実行元で判断がつくんですよ。だけども明かりだけは消しておかんとね。この2月なんか頭の上を弾がピュンピュン飛びましたよ。あの時ですよ、あの堀口が怪我をしたのは。うん、そうだったね。だけどあいつらはもうね、鉄砲ばかりガンガン撃ったっても突撃しないですぐ逃げてっちまうんだよ。おい、チン、お前あの事務所の人に来る。はい。見てます。気がつきませんでした。実はね、私もあんたら兄さんに同じようなことで言わされた覚えがあるんです。あの連中に少しずつ分けてありましょうか。なんでもない、この大人数ですよ。それこそえらい殺生なことになります。すみませんでした。亡くなられたあなたの兄さんには随分可愛がられましたよ。
そうですか。ここですね、いつも洪水でやられるところは。そうです。約300メートルの区間、護岸の根が現れて困るんですよ。本当にご苦労ですな。それより調査員にやられた時が一番辛いですよ。あ、向こう行ってみませんか。は。帰る時になるといつも兄さんのこと思い出して仕方がないんです。いや、私も杉山さんとはよく働きましたよ。兄さんはこの花が好きでしたな。続いてるらしいんですよ。常にリーケに出入りをしてるんですがね、なかなか利口もんで尻尾を出さないんですよ。俺にもそんなに信用があるんですか。そいつが手なんですよ。月清、我们今天一块儿去求求伯父去吧。可是怎么说也没有用呀，你知道爸爸老是怕那些公车长的。你要是那么样说，全村的人民不是太可怜了吗？那倒是啊。啊，姐姐，你见着他了吗？嗯，我没见着呀。他也一定是很受累的。爸爸，你们又在这儿谈什么呢？爸爸您坐。嗯，叔叔，我求您一件事情好吗？爸爸，要是你真爱我的话，你不要再去理那些共产党，帮助他们去修道吧。叔叔，这是我的一个要求呢。等我再想想吧。去。
北京での約束を破ったんですね。ごめんなさい。いや、俺先帰る。あ、ハルさん、いいんですよ。まあいいや。一緒に帰りますから。杉山さん、私北京での生活が寂しくてたまらなかったんです。でもここへ来て、おじのために随分苦しみましたわ。君のわがままはそう育てたんだ。一刻も早く北京に帰りたまえ。いいんですの。私、今できっとあなたに分かっていただけると思いますわ。私の言うこと、これだけよ。じゃあ、さよなら。我真不知道对那些村民再说些什么好，我真没有词儿。在这抗战的三年里，我们所给予村民的利益又有什么呢？小点声，小点声。我现在觉悟，我们唯有和新政府来协力合作，那才是我们真正的一种出路，那才是真正为国为民。今天晚上正好，你就完全把它拆了就得了。那不行，那儿的人呢，都被日本人给说服了。我们就是怎么说，他们也不肯信我们。同时，我们的人还少，兵又少，我们能怎么能可以抵制他了呢？不好。少说废话，你干着就完了。进吧。ハイトは3メートルぐらいですか。うん、高い3米吧。おお、そうは、社長大変です。社長大変です。昨夜山田担当の副船長は教団費のために破壊されたという報告がありました。とりあえずこれだけ栗を連れていきます。すぐ行こう。2週間はお供します。走走は走は。什么地方？向こうに一箇所100メートルと破壊されておりますが。君、残念だったね。残念なことしました。おい、しっかりしろよ。論文でもやり直したらいいじゃん。直して山君。あ、ねえ所長。そうそう。あ、現在800人ほどでやっておりましたが、1000人ほど動員いただくが普及できると思いますが。あ、なるほど。あ、お願いします。あ、ちょっと息を控えてますからね。これまでやってしまいたいと思うんで。そうそう。队长，我报告你一个消息。刚才我听说建设队这些东西明天要到前面那个村子去啊，运动这些村民，他们回来大概是在晚上。队长，我们怎么办好？你知道他们从什么地方走呢？哎，他们大概在第八路线走。队长，我们今天要不去破坏那条道路，恐怕就来不及了。队长，把他们完全杀尽了。对。今天工地的人往回来的路上，我们把他全杀死，把桥梁给弄坏。同时你要告诉全村的村民说你是反对修筑这个道路的人。嗯，假如你不肯做的话，那可就没有面子了。姐姐，姐姐不好了。姐姐，那个姓赵的跟父亲说今天要把日本人都杀掉了呢。真的吗？是啊，那个姓赵的已经把桥破坏了呢。马上去报告他们吧。姐姐，等一等，我也去。
行不行不行，为什么？那村子赵汉山的部下太多，我们去危险极了。哎呀，那怎么办呢？那怎么好呢？来，你跟我来吧。都明白了吗？明白了。再见啊！再见，拜托拜托，再见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 。再见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 快点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 啊もうこのブロックは接続ができたからもう大丈夫だよ。快快救到了啊，救到了，快点老弟老弟老弟老陈，妈的，你这个奸贼，他妈你为什么不听我的话？回来回来等着，你才是奸贼呢，你这里要你命啊啊你啊你啊啊啊啊啊啊啊今天打三山县的就是你，哎，幸亏您月琴跟方梅才能得救了，舅舅不办了，こんな時に道が直っててくれりゃいいんだがな。姉さんさ、第一地区の施工所に医者がいたそうですね。そこなんだ、それ早く来てくれりゃいいんだな。李先生，我们对于您今天这份意思绝对忘不了。原来这条道是为我们的便利而来建设的，所以我现在
要向诸位宣布我的罪状。我承认我以往的思想是错误了，我很对不起大家，所以我由现在起决与日本人同心合力，不惜生命来完成这建设事业的任务。同时我希望诸位每个人都要有这种决心，我们一块儿来盟誓。诸位，唯有这样才是我们真正的福利啊！诸位赞成不赞成？喂，阿萨夫站的一群人，可能没修走，喂，不赞成。走了，不走，不走，喂，哎，老三，这不赞成，走，抗战的是呢，不赞成，走，难道走人走？哎，大哥，马大队长，我们群众活动。俺らの国をどんどん朝からでも使えよ。え、じゃあ頼む。別軍の通りにしてるよ。社長いいでしょ。うん、いいと思う。お願いします。お願いします。あっちはもう大丈夫です。そうか。おい、旗あるのか。旗は、あ、この前使ったやつがあるじゃん。あ、そうか。え、あれでいいな。洪水は北市の特徴だよ。埃をかぶって水防ぎじゃ、くだらん文句にもならねえや。堤防見に行ってきます。よし、おじな。おい、そんな晩電話やられるで。誰かつけてるよ。おやじ、行かいじ。ちゅ、さあ。全部落の協力を得たのも、僕たちの命の助かったのも、皆君のおかげだ。私はあなたの口から何度その言葉を伺ったでしょう。私はやっぱりその言葉だけで満足すべきなんですよ。待ってください。あなたはあの日地震をお察しになった夜のこと、
覚えてらっしゃる？忘れるはずはない。君は僕のことを暗示通していてくれたんだ。救うために君は片輪になったんじゃないか。一生僕はその恩を忘れやしない。かわいそうなその足の杖になるべきものは僕だ。それがせめてもの恩返しだ。恩返し、恩返しですか？かばってくれた。嫌です、私は嫌です。そうだろう。佐々さん、あれから8時線上に増水で。あ、そうか。はい、三川さんの時は払わなくて。うめえな。この全部ブラックで用意したんだ。国も全部僕に回しますよ。時は払わんでます。あ、馬車も一輪車も全部用意ができました。大丈夫でしょうか。雨は今夜やむよ。だが明日の午後あたりあそこの堤防も危ないぜ。やられるかもしれないんだ。あそこがやられたら道は10キロは流されるでしょう。あそこがやられたら泣くにも泣けませんね。何、いざとなったら体を防ぐじゃないか。やりましょう、守ります。
去了呢，连爸爸也去了。是真的吗？是的。你来正房。水だけはよく登れたな。奇跡だよ。社長、社長、兄さん、沙沙先生。社長、おかげで洪水も防げました。道も守れました。兄さん、もうすぐ完成しますよ。高雄吧。